日本の通常動力型潜水艦は世界最強と定評があるそうです。どこがそんなにすごいのでしょうか。海自の最新鋭潜水艦を追う竜の引き渡し式が2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で行われました。この追う竜は、総竜型潜水艦の11番艦で、広島の5基地を母港としています。意外に広い日本の領海を防衛する新戦力として、配備の日を迎えたことになります。さて、追う竜のデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数の大型仕様になっています。変わったことはもっとあります。そう、竜型潜水艦は、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの2つのエンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式でした。しかし、11番艦を追う流派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したため、大きな変化ということになるのです。追う竜の速力ですが、公表値は、水込み13ノット、水中20ノットです。エンジン機関を変えたのにも、前級の10番艦までと大した差がないことに、がっかりした方もいらっしゃるのでは？再確認です。そもそも、潜水艦という兵器は最重要軍事機密に該当します。となると、その重要兵器の性能を簡単に推測されてしまうような正確な数値を公表するはずはありません。あえて、従来艦と違いのない値を公表していると考えた方が自然です。七海なのは、最新鋭艦追う竜だけではありません。従来の、そう、竜型に関しても、連続潜航可能時間、最大潜航可能深度、潜水艦の性能に関する重要な情報は、すべて、極秘事項として一切開示されていません。これは世界的にも同じ傾向です。追う竜の公表値水中速力は20ノットですが、実際の可能速度と全然違うのではないかと推測する人も大勢いるそうです。当然といえば当然でしょう。データを隠す理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲を把握されてしまうからです。言うまでもなく、人目に触れず、隠密行動をとる潜水艦の活動範囲は、敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき情報とされます。実は、原潜だと、機関部分だけを考えれば、理論上、ほぼ無限に連続航行可能ということがはっきりしています。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうと一般的に言われているそうです。つまり、原潜は隠す必要がないのです。というか、隠してもバレバレと言った方がぴったりでしょう。確かに原潜であっても、それを動かす人間、潜水艦乗組員が艦内にいるわけですから、食料など物資補給は必要ですし、狭い艦内での缶詰め状態に耐えるメンタル問題など様々な課題は実際にはあるわけです。つまり、原潜そのものは動き続けていても、中にいる人間にとって、原潜での長期にわたる生活は大きな困難を伴うものと思われるのです。追う竜の話に戻します。鉛蓄電池より大出力のリチウムイオン電池を使っているので、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えませんね。瞬間的なパワーは原子力推進型に負けないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦には確かにメリットが多いようです。そう考えると、アメリカやイギリスなど、原潜だけを保有している国々が、軍事力では優位に立てることは明らかです。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあるので、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われますから、無敵とも思われます。このため、原潜至上主義とも言えるような、原潜があれば怖いものはないといった考えの人間、国もあるとか、ないとか。ここで視点を変えてみます。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく、
潜水艦の性能のポイントは最大潜航深度と言われます。どれほど深く潜れるかによって、敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるということです。言うまでもなく、広大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難、むしろ不可能です。となったら、潜航深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できれば、勝てますよね。つまりに、敵のソナーより深く潜れば有利なのです。敵より深い位置にいれば、敵艦の下から攻撃できるというわけですよね。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと的に思わせれば、危険を感じるでしょうし、水上艦艇の行動がかなり制限されるはずです。つまり、敵の捜索行動を牽制する力があるということですね。船体に使われている素材の強度から見て、オウリュウ波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということなので、それが事実なら、かなり優位と言えます。しかし、舞台となるのは、水深が浅い東シナ海や南シナ海です。水深の深い太平洋ではありません。中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、オウリュウではオーバースペックではないかという指摘もあるそうです。わかりやすく言えば、オウリュウを出すのはもったいないということでしょう。獅子は、ウサギをヘイスにも全力を出すという言葉を聞いたことはありませんか？強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと思いませんか？太平洋戦争末期の戦艦ヤマトを連想する筆者だけですかね。潜水艦のキーポイントである潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあって、それが静粛性です。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判断するしかありませんね。となると、エンジン音や生活音などがなるべく低い方が、当然有利になります。オウリュウは、原子力推進型より構造的に優れている部分をぐっと極めた結果、驚くほどの静粛性を持った潜水艦になったというのです。エンジンなどの質音が小さいということでしょう。中国潜水艦浮上事件がオウリュウの静粛性についての証拠になるかもしれません。詳しく紹介しますね。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上するという事件がありました。海中に隠れて目立たないように行動するはずの潜水艦がなぜ浮上したのか、理由は？などと大騒ぎになりました。真相は不明ですが、空自、海自から執拗に追跡されたので、オウリュウからは逃げられないと判断し、仕方なく浮上したのだろうと推測されているのです。要するに、追跡されるまで存在に気がつかなかったということです。原子力推進型、原潜ではな、イオウリュウに追いかけられたと見られる中国潜水艦は原潜だったらしいので、それを考えると驚くべき出来事と考えられますね。つまりは、オウリュウの静粛性の凄さを証明したということでしょう。日本にとっては、怪我の功名とも言うべきでしょうか。潜水艦や艦艇に損傷などはなく、乗組員にも負傷などはなかったそうです。まずは良かったと言うべきでしょう。中国海軍の原潜には数多くの騒音トラブルが発生していると聞きます。それを考えれば、秘匿性、静かさに関して、オウリュウ波世界最高水準の潜水艦といっても誇張ではありませんよね。